ワルハラ宮でシドと相対したシュンは、自ら封じていた真の力を解放してシドを倒した。だがその時、同時にシュンを狙っていた何者かの剣を駆けつけたシャイナが懸命に防いでいたのであった。これは一体。やはりマリンの考えは正しかったようだ。シドの守護星ゼータ星ミザールに影のように従う双子星アルコル、そろそろ姿を見せたらどうだい、アルコルのゴッドウォリアー。シドの影、アルコルのゴッドウォリアー。この俺の存在を知っていたのはヒルダ様ただ一人。他のゴッドウォーリアーは無論のこと、シド本人ですら知らずにいたのだ。よく見抜いたな、シャイナと。さあ、アンドロメダ、その手の中のオーディン・サファイアをおとなしく渡してもらおうか。そうはいかないよ。私が相手になってやる。お前の相手は私。俺のこの剣で地獄に落ちるがいい。はいっと。その女セイントの邪魔をしなければ。アンドロメダ、お前のアルスのアルコの毒は効くよ。この俺の剣に乗って殺されてくる。その女に礼を言う。待って、やはりアルデバランをやめ打ちしたのだよ。この毒は効くよ。いくらゴッドウォーリアの兄弟とはいえ、あのアルデバランがそう簡単にやられたりするわけないから。サンダークロー。甘く見るんじゃないよ。俺の味方だ。ゴールドセイントのアルデバランとは互角の種。確かにまとめる戦いは。それでこの毒は効くよ。これがお前の自慢の剣か。この毒は効くよ。ウィナー、このシャイナに立てつくからさ。これが真のセイントの実力ってやつだ。さあ、二人仲良くあの世に行け。シャイナさん、誰だ。フェリックス一騎。バカな、フェニックスはミーネと相打ちになり生き絶えたはず。確かに俺は一度は死を覚悟し、弟にアテナを託そうとした。だが今の俺にとって死ぬということは、弟や聖夜たちとも俺に夢を託して死んだミーメを、そして自らも戦っているアテラすらも見捨てるということと同じなのだ。そんなことが許されるわけがない。俺はアテナのセイント。たとえわずかでもコスモの炎が燃えている限り、どんな逆境からも立ち上がることができるのだ。シュ、一度たりとはいえお前たちを見捨てようとしたこの俺を許してくれ。兄さん、美しき兄弟愛というのはくだらん。所詮この世は己一人、力ある者のみが生き残るのだ。たとえ兄弟であっても、勝つ者と敗れる者に分かれる場合もある。情けは無用。バド、まさかお前は。そうだ、フェニックス、お前とアンドロメダのようにこのバドとシドも血を分けた兄弟。ミザールのシドは俺の弟というわけだ。ならばなぜ
弟シドが戦っている時加勢しなかったのだ。フン、このアルコルのバドはシドが倒れるまであくまで影でしかない。だがシドが倒れればこの俺がゼータ星のゴッドウォーリアとなるんだ。わざと弟のシドを見殺しにしたというのか。もはや貴様を葬るのに何のためらいもない。この線を越えると死ぬぞ。俺のこの剣で地獄に落ちるがいい。ファイト、フェニックス。お前などには分かるまい。愛する友や弟たちがいたからこそ戦い抜いてこれたのだ。そして今もこうして蘇ることができた。お前が蘇ったところでわずかに命を流れたのに、このバドと戦うというのならな。貴様、おやま天将、僕を見殺しにして何も感じないのか。ブロンズ戦のことで見破れたもの。おやま天将、今の俺に。血を分けた弟である。弱者に強い弟にしか見えない。全て全力を尽くして戦い倒れた者に対する言葉か。まして血を分けた弟や。ウィナー、どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。もとより血のつながりなど無意味なもの。いや、兄弟であるがゆえ余計に憎しみが増すこともあるのだ。憎しみだと、バカな。そうか、ならば教えてやろう。とある双子の兄弟の宿命をな。その昔、アスガルドでも一二を争う名門の家に双子が生まれた。だがアスガルドにおいて双子は家を滅ぼす者として忌み嫌われ、どちらかを選ばなければならない掟があった。選ばれた赤ん坊が母親の温かな胸に抱かれている頃、もう一人の赤ん坊は身の凍るアスガルドの風雪の中に捨てられたのだ。それがこのバドだった。俺は自らの宿命を呪わずにはいられなかった。だがたとえ神が俺を見捨てシドを選んだとしても、俺は自分の手でシド以上の男になってみせると誓ったのだ。無様に敗れたシドに代わって、ヒルダ様もこれからはこのバドがゼータ星のゴッドウォーリアとなることを認めてくださるだろう。そしてお前たちセイントを討伐した最も優れたゴッドウォーリアとして、その歴史に名を残すことになるのだ。かわいそうな男よ。何？血を分け、この世でたった一人の兄弟を憎み、それに代わって歴史に名を残したとて、一体何が得られるというのだ。バドよ、お前に聞こう。シドが旬の騎士改正の剣を浴びたとき、なぜお前は手を下したのだ。それは影のゴッドウォーリアとしての俺の役目。それだけではあるまい。お前はシドを救おうとしたのだ。確かにお前には決して消えぬ憎悪がある。たとえ起きてとはいえ、お前を捨てた親を恨むのも仕方ない。だがシドには何の罪もない。それはお前自身よく分かっているはずだ。黙れ。この世にあるはこのバド一人のみ。他に何があるというのだ。もはや問答無用。くらえ。この線を越えると死ぬぞ。
俺のこの剣で地獄に落ちるがいい。ファイト。シャドウパイ。お前の天使系を使う。俺たちが何度でも起き上がってくるというのなら、この俺も何度でもお前たちを打ち倒してやる。お前の全身系をバッタにしてやる。そんなに死にたければ、このバドがメイドに送ってやるぞ。アンドロメダ。シャドウパイキングタイガークロー。この男は俺が相手をする。お前の全身系をバッタにしてやる。シャドウパイキングタイガークロー。フェニックス剣末。フン、勝者。この一気の剣は肉体よりも精神を得た。お前たちの刻々の炎を消すことなどできるものか。この人ってフェニックスの子。お前の全身系を使ったにして。フェニックス剣末。フン、勝者。この一気の剣は肉体よりも精神を砕く。存在すると。お前の全身系をつたったにしてやる。お前の全身系をつたったにしてやる。目が覚めたがバド。お前の全身系をつたったにしてやる。コスモが高まれば高まる。剣の威力も限りなく増して。お前の全身系をつたったにしてやる。ウィナー、どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックスを滅ぼすなど勝士。バトよ、フェニックスを撃て。早く。何？シド。しかしそれではお前ごと撃ち抜くことに。構わぬ。すでにこのシドは死したも同然。あなたがゼータ星のゴッドウォーリアーなのだから。早く。シド、ひょっとしてお前はバドの存在に気づいていたのではないか。ずっと昔から。なんだと。ならばお前はこの俺がお前に取って代わろうとしていたことも承知の上で。あなたの憎しみは当然だ。でもこれだけは伝えたかった。このシドも父や母も決してあなたのことを忘れたことはなかったと。しかしあなたはこのシドを救おうとしてくれた。もはやこのシドにとってこの世に何の悔いもない。血を分けたあなたにゼータ星のゴッドウォーリアを託すことができるのだ。さあ今度はこのシドがあなたを助ける番だ。私に構わず剣を放つのです。バドよ、その剣、撃てるものなら撃ってみろ。このフェニックス、あえて避けはせん。くそ。どうしたバド。シド、なぜだ、なぜあれほど憎んだシドに。この世には憎しみ合い殺し合うことが絶えずある。親子であっても兄弟であっても。だがまだ汚れを知らぬ頃、子は親を慕い、兄弟は信じ合っていた。今もそうありたいと願っているはずだ。もしてこの世に二人っきりの兄弟ならばなおさら。シドよ、今までの俺を許してくれ。せめてその償いとして、兄である俺の手によってお前を俺たち兄弟の父や母の生まれた祖国の地に返してやりたい。そして再び生まれ変わることができたら、今度も兄弟として戦いや憎しみのないこの美しい祖国で
暮らしたいものだな、シドよ。7人のゴッドウォーリアのうち6人までを倒し、6つのオーディーンサファイアを手に入れた聖夜たち。残るゴッドウォーリアはアルファ星ドゥーベのジークフリートのみ。しかしこのジークフリートこそ北欧神話最大の勇者である。7人の中でも最も恐るべきゴッドウォーリアなのだった。これがアスガルドの神オーディーン。するとあれがバルムングの剣。ヒルダを目覚めさせるには全てのゴッドウォーリアを倒し、あの剣を手にしなければ。お前はアルファ星ドゥーベのジークフリート。アテナのセイントがここまで来れるとは。まずは褒めてやろう、ペガサス。あいにくだが、俺が欲しいのはジークフリート、お前の持つ守護石オーディーンサファイアのみ。それさえあればヒルダを目覚めさせ、アテナを救うことができるんだ。ヒルダは何者かの手によってニーベルンゲンリングをはめられ、操られているに過ぎない。バカな、オーディーンの地上代行者であるヒルダ様を操れる者がこの世に存在するとでも言うのか。もはや問答無用。たとえお前がどんなに傷ついていようと容赦はせぬ。なんだと、初めから手加減できる相手かどうか、これを受けてから言うんだな。くらえ、ペガサス流星剣。な、何、俺の流星剣がジークフリートの体に届く前に。これ式の剣、避けるまでもない。セイヤ、大丈夫か。奴が七人のゴッドウォーリアー最後の一人か。この男は俺たちが倒す。男の勝負に言葉は不要。このジークフリートに勝てると思うのか。ファイト。アルファ星ルーベのジークフリート、このキグナス氷河が相手だ。貴様が氷河か。しかしこのジークフリートに立ち向かうとはバカなやつだ。戦う相手を間違えた己を呪うがいい。ドラゴンブレイブストブリバー、ダイヤモンド。お前さえ倒せばヒルダをニーベルンゲンリングの呪縛から解き、アテナを救うことができるんだ。ヒルダ様の呪縛、お前たちはいつまで。みんなおろ、
かなことを言い続けるつもりだ。日が沈む前、なんとしてもお前を倒し、バルメイグの剣を手にする。私を倒すだと？そんなことができるのなら、イグナスの攻撃。オーロラサンダーアタック。取り付け。これがアテナのせ。ピントの力だ。思い知ったか。足りそう。受けられるか。ヒグラスの攻撃。オーロラサンダーアタック。取り付け。ウィナー。クールに決して敵。増票がいくら集まってもセイントには無力。これで私を倒したつもりか。甘い。バカな。あれだけの攻撃を食らっておきながら、この男には俺たちの力が通じないのか。セイヤ、みんな、一騎、俺たちに構うな。ジークフリートこそ最後のゴッドウォーリアー。奴さえ倒せばアテナを救えるのだ。時間がないぞ、シリュー。俺たちはたとえ友の屍を乗り越えて必ず目的を遂げると誓い合った。このシリューが必ずジークフリートを倒す。はあ。俺の闘気が全身に満ちるとき、背中の竜が天に舞い上がる。受けよ、ドラゴン主流最大の奥義、ロザン昇竜派。何？昇竜派まで通じないとは。まさかこのジークフリートという男、伝説によれば退治した海流の返り血を全身に浴びたジークフリートは不死身になったという。まさかこの男は伝説のごとく不死身の体を持つというのか。バカな。次はこちらの番だな。行くぞ。このシリ、全力でお前を倒す。このジークフリートに勝てる。ファイト。オーディンソード。貴様がドラゴンシリ、クロスもつけずにこの私を倒せるとでも思っているのか。倒してみせる。この命にかけた。必ずジークフリートという男、なんという強さだ。そうだ、一瞬でやられる。そうはいかん。お前たちはアテナの戦闘に勝利を。いいや、この世に私を傷つけることができるものなど存在せんの。なんだと。このシリューの激鱗に触れたのだ。なんだ。このシリューの激鱗に触れたのだ。行くぞ。ロザン優勝。命燃え尽きようとも。ジークフリートとはいえ必ずど。他に弱点はあるはず。